よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。バッターは3番阿部。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上中村、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球打ち、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁送球、バッターランナーは二塁到達か。ピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制のスリーランホームランです。ドラゴンズ、カープ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。残念ながらカープ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。